文学じゃなくて文芸です。エリーファーです。どうもよろしくお願いいたします。さてですね、今日は詩を書いてみようのコーナーということで、ちょっと詩を書きます。なんかね、詩ってどういう感じで書くもんなのかわかんないんですけど、まあなんとなく書いてるんですけど、まあ、いつもこういう感じで書いてますよみたいなものを、まあベラベラ喋りながらやってみようかなと思ってます。詩っていうか、詩ですね。詩を書いてみようのコーナー。なんか微妙なんだよな、そこが。詩なんだか、ショートショートなんだか。とりあえず、書いてみようのコーナーですね。まあ、基本的に私は、基本的に、ショートショートだと思って書いてますけど、書いてないと思ってはいるけれどさ。まあ、詩と思う方もいらっしゃると思うので、詩だと、定義づける方もいらっしゃるので、まあ、そこら辺は、にしましょうや。へへへ。ということで。じゃあ書いていきましょうか。で、どうしましょう？タイトル。何でしょうかね。まあ大体タイトル、あれなんですよね。最初に決めちゃうんですよ。作品に合わせてタイトル変えることってほぼないですね。多分1000作あったら、1000はないか。500あったら、まあ100作あったら1個ぐらいはそうかもしれないですけど、基本的にタイトルから先に決めちゃったりしますね。なんだろうね。例えばまあ、ですけど、まあ、スプーンの先に見える時間が、誰かの、影とよく似ていたから、記念日にする。スプーンの先に見える時間が誰かの影とよく似ていたから、記念日が遠くなる夢を見たのかね。まあ、こんな感じで、まあタイトルとして、スプーンの先に見える時間が誰かの影とよく似ていたから、記念日が遠くなる夢を見たというタイトルしますと。で、まあ書いていきますと。で、まあ、大体ね、物、書き始めるときは、つぶやきとかだと楽だなって私は思ってますね。つぶやきから始めると、いいなって感じです。なんていうのかな。こう、具体的なものから始まると、派生しにくいんですよ。だから、常々最初って、なんか、まあ、将棋とか囲碁とかと違って、勝ちに行くためのものではないので、なんていうのかな。その自分自身の可能性みたいなものをいかにここに広げていくかっていうのを常に考えてるので、できる限り分岐が多いものの方がいいなと思ってるんですよ。分岐が多いっていうか、どうにでもなるような言葉から始めた方が、入り自体がすごく、なんていうのかな、スッと入れるっていうんですかね。なんか狭い道をこう肩をぶつけながらみたいな感じで入っていくのって大変じゃないですか。だから最初はまずスッと体が入るようにしていく。なんすかね。飛び込みわかります？水の。飛び込みの時、あんまりこう飛び込みする人たちって、競技の飛び込みね。競技の飛び込み、スポーツとかの飛び込みする人たちって、あんまりこう水しぶき上げないように入るじゃないですか。あの感じです。あんまり水しぶきが出ないように入る。シュッて入る。そういう言葉を、ここで大体入れますね。例えばですけど、人生に、ひどく疲れたのは多分妄想だったんだ。妄想のせいだか。私を疲れさせる言葉や映像、混沌とした悪意が近づくためだ。私は
敏感だが、そういうものにすぐ気づくことができるのが、なんか物語っぽくなってきましたね。まあ、大体一つ前のところで出てきたものに対する説明みたいなものが後で来ると、つながりがいいかなって感じがしますね、私は。私は敏感だ。そういうものにすぐ気づくことができるのだ。実際は、他の人はどうなんだろう。興味を持った方が、良い気がする。でも、もう一回繰り返すね。もう一回繰り返す、ここで。私は、敏感だ。触れ合っている間は、苦痛でしかない。触れ合うことは苦痛でしかないかな。苦痛でしかない。心が、視線が、眼球が、肌が、何かに近づくことで発生する説明電波、説明できない電波、説明できない、なんだろうね。人生の発生する説明できない信号、受信しないようにしなければと考えていたのに、その思考がまた何かを受信してしまう。ここですよね。だこの宿、まあ、ここまでバーって、まあ、ある程度当たりつけてスパッてやりましたけど、まあ、人生にひどく疲れたのは多分妄想のせいだと。私を告げる言葉や映像、コントだけに近づくためだ。私は敏感だ。そういうものにすぐ気づくことができるんだ。まあ、そういうものにすぐ気づくことができるのは敏感と、その、なんで、二次の説明になって消しますけど、他の人はどうなのだろう、興味を持った方がいい気がする。でも私は敏感だ。また、ここは繰り返しですね。触れ合うことは苦痛でしかない。心が視線が、眼球が、肌が何かに近づくことで発生する。説明はできないでしょ。説明、発生する。言葉ではかな、言葉では説明できない信号。受信しなければならない。しなければと、受信したくないと。受信しないように。受信拒否やな。ちょっと考えていたのに、その思考がまた何、その思考のせいで、また何かを受信してしまうと。もうここまで書きましたと。何行 ?1、2、3、4、5、6 行ですね。ああ、な、受信しちゃったんだなーって思うんですけど、そうすると多分、この、ちょっと敏感な人って、についての説明ですよね、今後。話として動いていくとしたら。でもそうすると、なんか、少なくとも私は、あ、敏感な人っていうもので、なんか、考えなきゃいけないんだなっていう、もう枠を作ってしまってるなぁと感じるんですよ。いやもう、いや自分で作ってるんですよ。自分で書いた作品だから、自分の書いた作品のそういうところには、当然、自分で作ったんだからしょうがないでしょって話なんですけど。なんだけど、自分で柵作っておきながら柵が完成すると狭いなって思うんですよ。その柵に囲われてることによって。で結果どうするかっていうと、また何かを受信してしまう。この話をすると、みんな、私を否定する。そんなことはありえない。敏感ではなく、自意識。過剰なだけだ。うん、自分の無能さを、もっともらしく、説明できる単語を見つけて、そこにすがって努力しない、頑張らない、積
積み上げない人生。ちょっと今これ物、ここだとちょっと映らなくなっちゃうと思うんで、映るかな、ちょっと待ってね。あ、ダメだね。やめとこう。怖い。確かにこれ自分の無能さを最もらしく説明できる。それらしくの方がいいな。自分の無能さをそれらしく説明できる。そこにすがって、そこにすがっている。こっちかな。努力しない、頑張らない、積み上げない人生の正当化に残りの寿命を使い始めた負け犬ゴミ、思考停止クソ人間とかねになると。はい。で、なんでかっていうと、このまた何か女子もでこの話をするとっていうところからここまでって、その前の文章に対しての否定みたいなもんなんですよね。で、そうするとなんていうのかな、この文章って少なくともその二方向の物語がもう共存してる状態になるんで、どっち側に振っても良くなるんですよ。だから文章自体の自由さっていうものをすごくなんていうのかな、兼ね備えながらそのまま走っていけるんですよね。そういうのはすごく意識してますよね。自分で、なんていうの、自分から、あ、でもこれ気にしてますね。自分から、自分から、なんていうのかな。自分の小説の可能性を奪わない。これは多分ね、めっちゃ意識してますね、私は。なんかすごい変わる気がするんですよね、それだけでも。まあそんな感じで書いてますね。まあ枷みたいなものがあることによってより燃えるっていう人もいるかもしれないんですけど、私全然ないんでそれ。まあ枷をつけることが楽しいと思う方はなんかそういうことをしていただいてっていう心でしかないんですけど、はい。まあ、まあ私はこうですね。そう。だから、なんだろうね。物語自体にそこまで強い意見が出ないんですよね、私のやつって。いや、あるんですよ。めちゃくちゃ言葉積み上げまくってんじゃん、強い言葉、みたいな時あるんですけど、結局、その、ある種の可能性がずっとある状態って、それで社会とか自然そのものなんですよ。いわゆるその物語として整えられた世界において、こういう可能性が奪われてない状態っていうのはむしろ不自然なんですよね。だすごくリアルなんですよ、めっちゃこの物語って、こういう書き方って、そのなんていうのかな、なんか何もできないように見えて実は何でもできるのに、本人の行動力のなさによって可能性自体が全て消え失せたように見えてるっていうのって現実そのものじゃないですか。わかります？だからそういう部分っていう、なんていうのかな、わかりやすくなんかメモ帳の端っこがちょっと折れてる感じとかっていう、そういうリアルな描写ではなくて、そのもっと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 世の中における抽象化された概念のリアルさなんですよね。核とかもっと奥深いところのリアルさが描かれてたら自分すごい納得できるので、もうそれが結構自分書いてて面白いなと思いますね。自分から自分の小説の可能性を奪わない。まあそういうことですね。こんなもんです、私は。
人生にひどく疲れたのは多分妄想のせいだ。私を疲れさせる言葉や映像、混沌とした悪意が近づくためだ。私は敏感だ。他の人はどうなのだろう。興味を持った方がいい気がする。でも私は敏感だ。触れ合うことは苦痛でしかない。心が、視線が、眼球が、肌が何かに近づくことで発生する言葉では説明できない信号。受信を拒否しなければと考えていたのに、その思考のせいでまた何かを受信してしまう。この話をすると、みんな私を否定する。そんなことはありえない。敏感ではなく、自意識過剰なだけだ。自分の無能さをそれらしく説明できる単語を見つけて、そこにすがっている。努力しない、頑張らない、積み上げない人生の正当化に残りの寿命を使い始めた負け犬ゴミ、思考停止クソ人間とかですね。そう。そうなんだよな。私はむしろね、こういう方がリアルで面白いな。この感じのリアルさが好きなんですよね。わかります？その、なんか洗い終わって、拭き終わったはずのフライパンを、その、何、引き出しの中に片付けないでコンロの上に置いてあるリアルさとかってあるじゃないですか。そういうことじゃないんですよね。こういうね、なんか、目に見えてない概念的なリアルさみたいな方がね、めっちゃ好きなんですよ。なんて、そこばっかり書きますね。でそこのリアルさって結構ないがしろにされる時があるんで、私はそこ書きたいですね。っていうのをなんか、このラジオで気づきました。自分はそういうところ好きなんだな、みたいな自分の作品のね。はい、というわけで本日はここまでです。チャンネル登録といいねの方をしていただけると幸いです。というわけで、エリファーでした。じゃあね、バイバーイ。ありがとうございました。バイバイ。チャンネル登録といいね、お願いします。じゃあね、バイバイ。